首都圏を中心に展開するスープ専門店、スープストック東京が、離乳食の無料提供を始めたことに対し、SNS 上で賛否が相次いだことをめぐり、小倉こども政策担当大臣は、企業の取り組みを歓迎する考えを示しました。小さな子供を連れていいるという理由で 外食店での飲食をためらう方の助けになるよう始められたものであるとこうした企業の取り組み歓迎をさせていただきたいと思いますスープストック東京は今月25日からイートインの利用客に対して離乳食の無料提供を始めていてその事前告知に対して SNS 上では子どもがいる親を中心に歓迎の声が上がった一方でうるさくなるのでは 一人客が離れるなどの批判も出るなど賛否双方で多くの声が上がりましたこれを受けスープストック東京は私たちはお客様を年齢や性別お子様連れかどうかで区別をしある特定のお客様だけを優遇するような考えはありません皆様からのご意見を受け止めつつこれからも変わらず一人一人のお客様を大切にしていきますとコメントしています また小倉大臣は政府が掲げる子ども政策を社会の中心に据える子ども真ん中社会に向けてこうした考えに賛同し推進する取り組みを行う企業や地方自治体を子ども真ん中応援サポーターと位置づけ取り組みを広げていく考えを示しました。国民ののの皆様の中で、で少子化の危機的な状況ですとか、 子育て当事者の子育ての負担についての理解が深まることによって自然と周囲の方々が子どもや子育て当事者を応援するような社会に変わっていくことがあるべき姿ではないかとも考えております社会の意識を変えていくということは簡単ではありませんしあの究極で言えばやはりあの個々人の 考え方や感情というのは、やはり自由であるべきだとは思いますが、まあ、しかし、今の少子化の現状を考えますと、こういったものにつきましても大きなあの挑戦と捉え、さまざまな手法で国民的な議論を起こし、より多くの方の理解と行動を促せるよう努めてまいりたいと考えております。